シニア君、お、お祭りの季節ですが、なんだ、おみこし今年は担ぐんですか、お、おばあちゃん家が浅草でもうすぐお祭りなので、いつもしんちゃんを思い浮かべてます。なるほど。はい。それはね、お祭りキャラ。やっぱりね、なんちゅうんだろうね、これね。あの、やっぱりこう、一年のうち一回ぐらいこう、みこしを担がないとね、縁起悪いって言うんですよ。今年は担いだんですか？え？今年は担いだ。今年はまだ担いだけど、ね、スケジュールが合えば、ぜひ行きたいなと思ってるんですけどね。どこら辺で？いや、まあ、神奈川の方とかね。神奈川の方？なんかこう、慣れ親しんだとこで。うん、あるんですよ。本当はね、三社様とかこの前あったでしょ？はいはい、ありましたね。本当遊びに行こうと思ったんですけど、ねえ、まあ、会わなくていけなかったんですけどね。そもそも、深夜さんって、いつからお祭りキャラになったんですかね。いつからお祭りキャラって、お祭りキャラって公表したの初めてなんですけど、これ。じゃなくて、もうね、元来昔から、祭りと宴は深夜なんですよ。本当ですか？祭りと宴はね。本当、だって、もう酒は飲む飲め。はい、飲む飲め。高校の時、最初の深夜って言った時に、俺の目の前に入ってきたのは、みこしのでかい写真。うっそー。ほんとほんとほんと。いや、初めて会った人種でしたね。地元の祭り林に参加したのが初めて、だから、こう、バチを持って振ったのが、ま、その前に、能やってたから、能の太鼓とかやってたんですけど、祭りすごい昔からだよね。6歳の時に、うわ、一番初めに太鼓をやりましたね。祭りキャラなんじゃなくて、祭りがもう骨の髄まで染みついてる。そうそうそう。お祭りから生まれたと。そう。だからね、本当に祭りのシーズンになると、これみんな嘘だ嘘だって言うんだけど、水道から水がポタポタって落ちる音あるでしょ。はい。あれが太鼓の音に感じるんですよ。ああ。太鼓の音と間違えるぐらいこう、DNA まで染み込んでいる。そうですね。説得力はあるんですよ。おぉ。引き上げ場じゃない。なるほど、なるほど。深夜くん、お、お祭りの季節ですが、なんだ、おみこし今年は担ぐんですか、お、おばあちゃん家が浅草でもうすぐお祭りなので、いつもしんちゃんを思い浮かべてます。なるほど。はい。それはね、お祭りキャラ。やっぱりね、なんちゅうんだろうね、これね。あの、やっぱりこう、一年のうち一回ぐらいこう、みこしを担がないとね、縁起悪いって言うんですよ。今年は担いだんですか？え？今年は担いだ。まだ担いだけど、ね、スケジュールが合えば、ぜひ行きたいなと思ってるんですけどね。どこら辺で？いや、まあ、神奈川の方とかね。神奈川の？なんかこう、慣れ親しんだとこで。うん。あるんですよ。本当はね、三社様とかこの前あったでしょ？はいはい、ありましたね。本当遊びに行こうと思ったんですけど、ねえ、まあ、会わなくていけなかったんですけどね。深夜くん、お、お祭りの季節ですが、なんだ、おみこし今年は担ぐんですか、お、おばあちゃん家が浅草でもうすぐお祭りなので、いつもしんちゃんを思い浮かべてます。なるほど。はい。それはね、お祭りキャラ。やっぱりね、なんちゅうんだろうね、これね。あの、やっぱりこう、一年のうち一回ぐらいこう、みこしを担がないとね、縁起悪いって言うんですよ。今年は担いだんですか？え？今年は担いだ。まだ担いだけど、ね、スケジュールが合えば、ぜひ行きたいなと思ってるんですけどね。どこら辺で？いや、まあ、神奈川の方とかね。神奈川の？なんかこう、慣れ親しんだとこで。うん。あるんですよ。本当はね、三社様とかこの前あったでしょ？はいはい、ありましたね。本当遊びに行こうと思ったんですけど、ねえ、まあ、会わなくていけなかったんですけどね。そもそも、深夜さんって、いつからお祭りキャラになったんですかね。いつからお祭りキャラって、お祭りキャラって公表したの初めてなんですけど、これ。じゃなくて、もうね、元来昔から、祭りと宴は深夜なんですよ。本当ですか？祭りと宴はね。本当、だって、もう酒は飲む飲め。はい、飲む飲め。高校の時、最初の深夜って言った時に、俺の目の前に入ってきたのは、みこしのでかい写真。うっそー。ほんとほんとほんと。いや、初めて会った人種でしたね。地元の祭り林に参加したのが初めて、だから、こう、バチを持って振ったのが、ま、その前に、能やってたから、能の太鼓とかやってたんですけど、祭りすごい昔からだよね。6歳の時に、うわ、一番初めに太鼓をやりましたね。祭りキャラなんじゃなくて、祭りがもう骨の髄まで染みついてる。そうそうそう。お祭りから生まれたと。そう。だからね、本当に祭りのシーズンになると、これみんな嘘だ嘘だって言うんだけど、水道から水がポタポタって落ちる音あるでしょ。はいはい。あれが太鼓の音に感じるんですよ。ああ。太鼓の音と間違えるぐらいこう、DNA まで染み込んでいる。そうですね。説得力はあるんですよ。おぉ。引き上げ場じゃない。なるほど、なるほど。深夜くん、お、お祭りの季節ですが、なんだ、おみこし今年は担ぐんですか、お、おばあちゃん家が浅草でもうすぐお祭りなので、いつもしんちゃんを思い浮かべてます。なるほど。はい。それはね、お祭りキャラ。やっぱりね、なんちゅうんだろうね、これね。あの、やっぱりこう、一年のうち一回ぐらいこう、みこしを担がないとね、縁起悪いって言うんですよ。今年は担いだんですか？え？今年は担いだ。まだ担いだけど、ね、スケジュールが合えば、ぜひ行きたいなと思ってるんですけどね。どこら辺で？いや、まあ、神奈川の方とかね。神奈川の？なんかこう、慣れ親しんだとこで。うん。あるんですよ。本当はね、三社様とかこの前あったでしょ？はいはい、ありましたね。本当遊びに行こうと思ったんですけど、ねえ、まあ、会わなくていけなかったんですけどね。